NPB、おそらく飛ぶボールに変える模様。5、20日の記事、また、現場から飛ばないとの声が噴出している今季の統一球について、堂島局長は NPB 側に、選手の感覚を伝えた、やはり野手の方は飛ばなくなっている、という感覚を持っていたが、一方で、開幕当初より今は以前のような感覚に戻ってきている、という選手もいた、と話した。先週には救援後に使用する統一球の反滑係数試験データが届いた中、反滑係数内だった、と明かした。オールスターの球が救援後の球説浮上。喜べお祭り球や、道具で簡単に数字が変わる結果スポーツ。ひょっとしてパッてレベル低い。前半最終戦で在庫なくなって後半用のボール使ってたで。背は偶数回で飛ぶボール使っててパリーグは飛ばないボール使ってるってこと。やっぱ飛ぶボールになってるよな。神宮かける飛ぶボールとか試合壊れるて。神宮、飛ぶボール、何時に終わるんや。実際ボール変わったんかな。山川、スリーランやし普段は頻打のくせにここまでホームラン出るからやっぱり飛ぶボールやろ。ボールが変わったのではなくエスコンが狭いだけか。なあ NPB、水野の母ちゃん泣いてるぞ。お前がボール変えたんだろ。